どうも料理のお兄さんリュウジでーす。ということですね。まあもうちょっともうまあ見ての通りねもう飲んでます。はい。酔っ払ってます。でもですね。料理はちゃんとやります。はい。僕は酔っ払っても料理できるので。今日はですね。もううるさい。今回はですね。酔っ払ってても大丈夫なようにですね。包丁を使わない。はい。包丁を使わないレシピいきたいと思います。ナスユッケです。ナスのユッケ。これね、もう本当にね、うるさい。ナスのユッケ。ということですね、これは、包丁を使わない。何回同じこと言ってもこれ。ちょっとすみません、酔っ払ってるんですけども、包丁を使わないナスのユッケをですね、なんかめっちゃ楽しくなっちゃった。はい。ということですね、やっていきたいと思います。はい、材料はこちらです。ナス2本、だいたい1本 80g ぐらいのやつですね。あと卵1個、うん、だいたいこんな。はい、それでは作っていきたいと思います。まずですね、ナスは、丸ごとですねラップにくるんでください。丸ごとラップにくるんでくださいね。はい、はい、この状態にしますね。じゃあこの状態でですね3分チンします。3分、600ワット3分です。はい、じゃあですね3分チンしたものがこれ、こちらです。ラップから剥がして、こうね、冷水にね、ドボンしちゃいますね。こうすることによってですね、これ、アチアチなので、この後ね、手で裂いていくんですけども、ちょっとね、熱すぎて手で裂けないと思いますので、冷水で、少し冷まします。はい、手で触れるぐらいまでね、冷ましたい。はい。余裕があればね、氷水とかの方が冷えます。これ、ナスなんですけども、僕はそのままやっちゃうんですけども、心配な方はですね、ナスにフォークかなんかで人差ししてください。そうするとですね、爆発しません。僕はね、爆発させます。はい、面倒くさいから。で爆発したところで味に何も影響ないので、はい、大丈夫です。なんか、触れるぐらいまで、芯がね、冷えてきたら、これはですね、このまま、やっていきたいな。ヘタはね、ほら、こんな感じ、すぐね、取れちゃうんですよ、これ。はい、包丁使わないで結構です。で、この状態で、こんな感じでね、ほら、こんな感じでやるとすぐね、剥けるんですね。はい。身の方は、ほら、こんな感じで裂いちゃうんですね。今ね、分かる人は分かると思うんですけど、めちゃめちゃまだ熱かったので、裂いて冷ましてます。でもですね、一応料理研究家なんで、熱さには強いんですので、このまま裂いていきますね。はい、皆さんはですね、十分冷やしてくださいね、これね。熱いので、やけどしちゃいますんでね。僕は料理研究家なので大丈夫です。中はね、もう丸ごとラップして、加熱することによってですね、もう本当にね、かなりジューシーな蒸しナスになってます。これがうまいんですよ。じゃあ全て細かく裂き終わりましたね。この状態にしてくださいね。で、ここから調味していきます。まず、焼肉のタレ大さじ1強です。大さじ1より、ちょっと表面張力が働くわけですね。はい、お味噌が小さじ1。ごま油です。小さじ半分。はい、塩少し、味の素一振り。はい、でこの状態で混ぜていきますね。味噌がね固まってるので味噌を、ね、溶かし込むように混ぜてください。面倒じゃない方はね最初に混ぜていただいても大丈夫ですよ。僕はね面倒くさいから全部入れてから混ぜます。今ねすごいいい香りしてます。これはうまいぞ。これはこの状態でですね、盛り付けいきましょう。僕はですね、周りにこう丸めるような感じで、ね、盛り付けていきますね。こんな感じでですね。面倒な方はね、こんな凝ったこれ盛り付けしなくてもいいんですけど、僕はね、一応料理研究家なので、綺麗に盛り付けたらいいなと自分では思ってます。ちょっとね、真ん中はね、開けといてくださいね、これね。こうやっていきましたらですね、僕の大好きなアンゴーちゃんを入れていきます。僕ん家に常備されているのがこの小ネギですね。はい、小ネギを振りまして、いりごまですね、パラパラと振りまして、で仕上げにですね、まあ、これも僕の大好きなラー油ですね。ラー油をお好きなだけかけてください。そうしましたらですね、ナスのユッケの完成です。はい、ということでですね、できましたので早速食べていきたいと思います。今日合わせるのはですね、キリンビアの一番搾り黒生です。いただきます。
意外と飲みやすいですね黒ビール。いただきます。僕は最初からクライマックスでいきますので、卵黄は潰すだけ。この絡めたこの部分です。このトロ、ナスのトロの部分、このナスのトロの部分いただきます。ナスだけは好きなんです。野菜嫌いなんです。ナスだけは好きなんですけど、もうね、これはね、大好き。このトロトロのナスに味噌とこの焼肉のタレ、あとラー油とごま油の香りが合わさって、もう本当にね、本当にもうジューシーなね、ユッケを食べてるような感覚に陥るんですこれね。また酒に合うんだこれが。もう少し濃い味付けにしてご飯にのせるのもすごいです。ナスうまい。あ、ナスなんてね、そのまま油炒めだけにするだけでも美味しいんですけど、油で揚げないね、レンチンで和えるだけなんで包丁使わないでね。もうね、これでこんなつまみになっちゃうのかっていうところですよ。はぁ、生き返るわこれ。さっきまでちょっとハイボール飲みすぎてね、死んでたんですけどね、今生き返りました。いや、これはね、非常に美味しい。もうナス大好き。なんかレシピというよりもナスがうまい。もうね、酒飲みは絶対やって、酒飲みじゃない人も絶対やってください。はい、それではですね、今回の動画作ってみたいなとかですね、美味しそうだなって思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録および高評価をお願いします。